いどうもこんにちは、プルートネットワークのプルート向井です。さて今回はですね、僕が温めてきた企画でございます。はい、僕はですね YouTube をですね始まる当初、最初の企画はこれでやろうと思ってた企画でございます。なんですが、まあなんかひょんなことからですね企画の方が変わってしまいですね、今この企画をやろうということで決めました。はい、いやいいですね。何がいいんだよって話ですけど、テンション上がってるでございますよ。このねえ、まあ、今回ですね皆様にご紹介するのは、その映画っていうよりかは俳優にフォーカスを当てて映画をご紹介していこうと思っております。まあですね、このプルート向井のですねこの映画の世界にのめり込ませたのはですねこの役者さんのせいでございます。そんぐらいですね僕が思い出がある役者さんでございます。そしてですね、今回僕が、皆様にご紹介する大好きな役者さんはジム・キャリーでございます。いやや、っとこの企画ができる。まあですね、このジム・キャリーにはいろいろな思い出がございますよ。どんだけ勇気づけられて、どんだけ笑わされて、そしてどんだけ感動をさせられたか。はい、もうですねいろんな思い出がございます。まあですね、このジム・キャリーという役者さんはですね、皆様のイメージからするとこうお笑い系のコメディチックな映画に出演されているっていうイメージが強いかもしれませんが、結構ですねシリアスな演技とか、あとはですねちゃんとしたドラマなどの、作品もですねちゃんと、演じている役者さんでございます。まあですね、このジム・キャリー、海外ではですね顔芸で演技力がないとか言われていますが、あとは演技の幅が狭いだの言われていますがね、そんなことございませんよ。僕は断言します。そんなことございません。はい、そんなことございません。あのですね、声裏返ってた。あのですね、もうちょっとですねこの演技論の話になっちゃいますが、そのジム・キャリーの顔芸で演技の質が下がるんであれば、ハリウッドで言ったらアルパチーノとかロバート・デ・ニーロとかも演技の質が低いって言われてるのと同じですよ、そんなの。ねえ、あとはですね日本の俳優さんとかですと香川照之とか、もうそういう面でもですね顔芸っていうのは大事なんですよ。まあですね、この役者さんっていうのはこの体で表して内面から出すって演技はもちろん大事かもしれません。でも顔で作る演技っていうのも僕は必要だと思います。こうですね喜怒哀楽をちゃんとしてですね観客に自分の演技のですね喜怒哀楽を伝える、そういう面ではですね僕はジム・キャリーはですねピカイチの役者さんだと思っております。僕ですね多分このジム・キャリーのお話をですね語り出したらですね多分3、40分ぐらいになってしまうので、今回は僕が持ってるジム・キャリーのブルーレイの作品を皆様にご紹介したいと思います。まずですね、最初に皆様にご紹介するのはですね、はい、こちらの作品でございます。はい、ライアー。はい、もうこちらの作品はですねもう最高ですよ。もう全部多分この先最高って言いますが、まあですねこの話はですねもうストーリーから面白いんですよ。弁護士が嘘をつけなくなる。もうこれだけで最高じゃないですか。それをですねこの名優ジム・キャリーが演じる、最高ですよ。はい、まあ先ほどもですね、お話しした通り、こちらのジム・キャリーが嘘をつけなくなるっていう作品なんですが、このジム・キャリーはですね敏腕弁護士なんですよ。はい、もうやり手の弁護士なんですけど、このなぜやり手の弁護士かっていうと、法廷で嘘をですね言いまくって勝訴を勝ち取るっていうですね、あの小細工野郎なんですよ。その小細工野郎ですね、家族がいて息子がいるんですけど、その息子の誕生日パーティーの時にですね、どっかの女と浮気をしてるんですよ。そしてですねその息子がですね神様にお願いするんですよ。お願いします、パパが嘘をつけなくなりますようにってお願いするんですよ。そしてその翌日からジム・キャリーが嘘をつけなくなるという感じですね。まあですねジム・キャリーの演技が光るんでございますよ、本当に。まあですね僕たちもですね、こう例えばですね女の子がいたりとかして、あーねえ私今日髪切ったんだ、どう似合うとか言ってですね、似合ってなくてもですね男っていうものはそこでちゃんと、おー似合ってんじゃん、いいねその髪型っていうわけじゃないですか。これはですねしなきゃいけないんです。これはマナーなんです。なんですか、もうジム・キャリーは嘘つけないわけですよ。嘘をつけないんで、
どう似合うみたいな感じで言うとですね、ジムキャリーはなんだよそのマルちゃんみたいな髪型はよみたいな感じで言うわけですよ。もうそこでパチみたいな感じでございますよ。今作はですね、ジムキャリーのこの演技のこの笑いのこう顔芸はですね、まあ中ぐらいな作品でございます。もう上位になると半端ないことになっちゃうんで、中でちゃんとドラマチックな作品でございます。はい。そしてですね、次皆様にご紹介する作品はですね、はい、こちらでございます。バン、はい、イエスマンでございます。こちらの作品はええんじゃよ、本当にええんじゃよ。まあですね、このイエスマンという作品はもうこれはもう簡単イエスしか言えなくなっちゃうんですよ。もうライアーライアーと変わんねえじゃんかよって話ですけど、まあそこは置いといてですね、そのジムキャリーは何事もですねネガティブに考える男なんですよ。もう友達とかからでもどっかに遊びに行かないかみたいな感じと、うん、今日仕事だからちょっと無理かなって言ったら、その友達が実は横から電話していたとか、とにかく何事もこうノー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 で、切り抜けてきた男なんですね。そんな男がひょんなことから自己啓発セミナーみたいのにですね行くんですけど、その自己啓発セミナーというのはイエスといえば人生が変わるという自己啓発セミナーなんですね。そこからジムキャリーはなぜかノーと言えなくなってしまう。そこで巻き起こるハプニングや、はたまたイエスと言い続けた男は最後どうなるのかっていう作品になっております。はい。まあですね、こちらの作品はもう本当にいい作品なんです。本当にまあですね、この作品は僕たち見る観客からしても自己啓発な作品になっております。まあですね、この全部をポジティブに考えてイエス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 言うことの大切さ、まあイエスイエス、まあなんか言い方悪いな、断らなくて、何事も、ポジティブに進もうみたいな感じのイエスということの素晴らしさ、はたまたそのイエスと言わずに断ることの大切さというものをですね、教えてくれる作品になっております。そしてですね、この、ヒロイン役の女の人がいるんですけど、バン、はい、バン、はい、こちらの方、ズーイ・デシャネルという方なんですけど、なんかですね、ここではゾーイ・デシャネルになってるんですけど、おそらくズーイだと思います。めちゃんこかわいいぜよめちゃんこかわいいぜよ。いやですね、僕はですね、この作品でズーイ・デシャネルを知ってですね、ちょっと皆さん待ってください。今度ですね、ご紹介します。あのですね、ズーイ・デシャネルが出ている作品です、こちら。はい、めちゃめちゃいい作品でございます。500日のサマー、はい、もうレビューするんで、この作品はレビューするんで多くは言わないんですが、ですね、僕が一番好きな、ラブストーリー映画でございます。本当にいい作品、本当にいい作品、どんだけ見たか。まあですね、この作品いいんでございます。はい、まあこの作品はですね、いずれレビューしますので、とにかくですね、このズーイ・デシャネルというですね女優さんにフォーカスを当ててください。この作品はですね、このイエスマンという作品、見終わった後、明日も頑張ろう、そして、ジムキャリーの笑顔、ズーイ・デシャネルの可愛さに癒される作品でございます。本当におすすめです。はい。そして次ご紹介する作品はですね、先ほど冒頭にもお話しした通り、ジムキャリーの作品、これから多分数本動画を不定期で上げると思います。なんですが、もうこの動画で発表します。僕が一番大事なとこで噛む、一番大好きな作品でございます。はい。そちらはですね、ブン、トゥルーマンショーでございます。はい、トゥルーマンショー、はい、こちらの作品でございます。もう本当に見て本当に見て、もう本当に本当にすごいから、本当に本当にすごいんでございますよ、この作品は。ですね、もう本当にこの作品はいい作品なんですよ。ですね、確か原作あるんですよ、この作品なんですが、まあ、簡単にストーリーの方を、お話ししたいと思います。はい。まあですね、こちらのトゥルーマンショーという作品はですね、テレビ番組なんですが、24時間365日このトゥルーマンという男にカメラを向けようっていう作品の映画になっております。これ言ってると何か分かんないですよね。
要するにですね、このトゥルーマンという男の人生をテレビ番組にしてるわけですね。なんですが、このトゥルーマンはですね、自分の人生がテレビ番組の企画だっていうことを知らないんですよ。まあテレビ番組の企画なんで、だんだんこのジムキャリーもですね、あれこれおかしいなって思ってくるんですよ。急に天井から空からですね、照明がボーンって落ちてきたり、あとはですね、奥さんとかもいるんですけど、その奥さんがですね、このやっぱりテレビ番組なんで途中で CM を入れなきゃいけないんですよ。 CM を入れなきゃいけないんで、急にこのトゥルーマンと喧嘩をしている時にですね、なんでそんなカッカしてるの、多分あなた糖分足りてないのよ、そんな時はこのココアを飲んだら心が安らぐわよみたいな感じでやるんですよ。それでですね、ジムキャリーはお前何やってるんだよみたいな感じになるんですよ。そしてこのトゥルーマンがですね、その自分のこの生活、そしてこのトゥルーマンショーというですね企画に疑問を持ち始め、自分の人生を自ら切り開くという作品になっておりますね。はい、こちらの作品はですね、そこまで、コメディ要素はありません。どちらかというと脚本で笑わせてくる感じですね。途中で CM を入れたりですね、ジムキャリーがですね、普段行かないビルにたまたま行ったら、そこはですね他の方の、控え室だった。あ、そうなんですよ、これトゥルーマンショーなんで、このトゥルーマン以外は全部役者なんですよ。なんでその人たちにはまた別の人生があるんですよ。なのでその奥さんもですね演者なんで、まあ愛しているみたいな感じなんですよ。まあこちらはですね、ヒューマンドラマになるので、そのほっこりしたい時におすすめしたい作品でございますね。はいはい、ということでですね、皆様に、僕が持っている、ジムキャリーのブルーレイの、ご紹介をしました。まあですね、このジムキャリーという男はですね、本当にたまらんぜよたまらんぜよ本当に。皆様は、好きな役者さんとかいらっしゃいますでしょうか。いますよね、そりゃいますよねもしよろしければですね、下のコメント欄にですね、好きな役者さんなどを教えていただければ嬉しいなと思っております。以上、プルート向井でございました。もしよろしければですね、チャンネル登録、高評価、あとはですね、ツイッターの方もやっておりますので、もしよろしければですね、下の概要欄の方に、アカウント貼っておきますので、ポチッとしていただけたら嬉しいなと思います。では以上です。皆様のゲーム、映画ライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね、バイバイ。